スズランは、新日本海フェリーが運航していたフェリー。1993年春に、急船代替にあたり燃油価格の下落を背景として、北海道産の農産物や、生乳の輸送ニーズ開拓、船員の生産性アップや多航路との差別化を、図るべく高速長距離フェリーの建造を計画。ニュースズラン、ニュー、ユーカリの代船として、両船の推薦とともに、 石川島張間重工業東京大一工場で建造され、1996年6月11日に鶴が小樽航路に就航した。就航当時はディーゼルエンジンの大型商船では世界最速のフェリーで従来片道30時間で2席、週4往復だったスケジュールが片道21時間のデイリーサービスに改められた。船名は 北海道を代表する花であるスズランに由来する。なお、本線の就航で航路の運航コストが2割増加したダメオタルツルガ航路には休航料金が設定された。カラーリングは従来から変更され、スピードと快適性を表現した青色の帯を施したものとなっている。1997年5月には日本造船学会。 シップ・オブ・ザ・イヤー・オフェリーでは初めて受賞した。後に、北海道側の発着地の変更により、2002年9月から、鶴が苫小牧航路での運航となった。二大メスズランの就航により、2012年6月19日をもって定期運航から引退した。定期航路からの引退後は、防衛省にチャーターされ、枠王に改名して運航されている。 二隻でのデイリー運行のため、3時間の港湾2役作業時間を除いた片道21時間以内の航行を実現するべくシーマージン15%で29ノット以上の速度が要求され、高速化を重視し幅は、従来の200メートル級フェリーより1.5メートル、狭い25メートル、船底形状は鋭角化式台を体系化し、復元性を維持、積載量は、 従来より少ない12メートルトラック130台、乗客約500人とした。全長はタグボートを必要としない200メートル以下の199.5メートル。喫水は小樽港、鶴ヶ港の深さに合わせ7.5メートル以下とした。手記はディーゼルユナイテッドが開発した最新の1気筒1800馬力を発揮する DU? セムットピールスティック 18PC4 から2バイトを採用し、推進装置は、川崎重工業と共同開発した大型形状のプロペラを採用し二軸一打で軽量化と速力向上を図り、バウスラスターとスタンスラスターで操打性をカバーした。船体は6層構造で上部からラシンギ船橋、甲板、航海船橋甲板、A 甲板、B 甲板、C 甲板、 B カンパン、第二カンパン、タンクトップとなっている。航海船橋カンパン、A カンパン、B カンパンが旅客区画及び乗組員区画、C カンパンと D カンパンが車両積載区画で D カンパン以下の階層に機関室が設けられている。ランプウェイは C カンパン及び D カンパンの右舷線尾に各1カ所、D カンパンの線尾中央に1カ所装備している。 船内はクルージングリゾートを追求したものとなっており、居住性重視の皇室やプライバシーを確保した外側客室、バリアフリー対応のためのエレベーターを設置し、振動騒音対策のためエンジン下部にゴム防振装置を設置。内装コンセプトは色をキーワードに5階に緑、4階に赤、3階に青の貴重色をあしらった。 車両甲板には細い船型によるトラックの回転困難を緩和すべく直径14メートルのターンテーブルを設置したほかリフタブルカーデッキをトラック10台乗用車40台分の約430平方メートル儲け乗用車80台が積載可能となっていた2003年10月28日0時50分ごろ苫小牧港から鶴ヶ港へ向けて航行中 左限式の指導空気間の加熱が確認されたため、左限式を停止して、右限式のみで航行を継続しながら、当外部の部品交換が試みられたが、作業が困難だったため復旧を断念して、苫小牧港に引き返した。事故原因は、手記指導弁の弁房ナットの締め付けトルクが指定されて、おらず、整備の際に課題トルクで締め付けられていた、左限式 B 列3番シリンダの弁房ナットが、 接損したためであった。2006年8月1日、1時10分ごろ、鶴ヶ港で車両の積み付け作業中に、乾板員がトレーラーと船体の間に挟まれ、死亡した。スズランの車両積み付け作業の安全措置が不十分であったこと、運行管理者の船内作業の安全確保に関する管理が不十分であったこととされた。ありがとうございます。